スグレモン自動車用品のクゼです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、エンジンルームの掃除です。元教習車トヨタコンフォートです。今回はエンジンルームの徹底掃除です。砂ぼこり、水垢、黒ずみ汚れ、油汚れ、フロントグリルを外します。電気系のトラブル防止のためバッテリーを外します。イグニッションコイルとプラグコードを外します。プラグホールに水や洗剤が入らないように防水します。オルタネーターも防水します。ヘルヒャー K2 サイレントです。水圧が安定するまでしばらく水を出します。ヘルヒャーのウルトラフォームクリーナーです。エンジンルーム全体を激泡洗浄です。5分程度放置しました。ノズルはバリオスプレーランス、ソフト側にしてボンネット裏側の洗剤を洗い流します。サイクロンジェットノズルに変えました。高圧洗浄機の水圧でステッカーが剥がれてしまいました。樹脂パーツは汚れが落ちてきれいになりました。塗装の黒ずみは落ちませんでした。エアクリーナーケースとダクトを外します。共感用の補助ブレーキのマスターとマスターバックです。パワステリザーバータンク外します。スロットルバルブのカーボン汚れとベタつきを掃除します。パーツクリーナーを含ませたクロスで拭きました。洗濯用粉石鹸をお湯で溶かしたプリン状石鹸で塗装面の汚れ落としです。洗浄ブラシで叩き洗いをしてみます。汚れがきれいに落ちます。タイル用ブラシで効率よくこすり洗いをします。狭いところは洗浄ブラシを使います。
プリン状石鹸とブラシで落としきれない黒ずみがあります。頑固な油汚れをしっかり落とす業務用の粉石鹸です。パーライト研磨粒子が抜群の洗浄力、工場でよく使われているピンク石鹸です。塗装の黒ずみ汚れに試してみます。すっきりよく落ちます。プリン状石鹸で落ちなかった黒ずみ汚れです。研磨しながらこすり洗いをしているので洗浄力は抜群です。研磨粒子で磨き洗いをしていますが塗装が剥がれることはありませんでした。黒ずみを落としきれなかった箇所、ピンク石鹸で洗浄します。真っ白になります。金属部分もピンク石鹸で磨き洗いをします。アルミ製のサージタンク3ポールできれいになるのか試してみます。ハケで塗り込みブラシでこすります。ほとんど変化はありませんでした。ピンク石鹸で磨き洗いをしました。プラグホールの水分をエアで飛ばします。コネクターの水分もしっかり飛ばします。カムカバーを取り外してピンク石鹸で掃除することにしました。走行距離89,000キロ 3SFE エンジンです。エンジン内にゴミが入らないように対策しておきます。カバー全体に油汚れが付着しています。ピンク石鹸とタイル用ブラシで磨き洗いをします。細かいところはダイソーのツインブラシを使いました。油汚れはほぼ落とすことができました。カムカバーにも3ポールを試してみます。変化なしです。カムカバーを乾かしました。
新品のガスケットに交換します。次は洗剤で洗っていないオルタネーターです。 Amazon で購入した繊維でできているバフです。ホビールーターに装着してオルタネーターの掃除です。アルミ表面の汚れが取れていきます。スコッチブライトで仕上げます。極細めコンパウンド 3M の磨き 1L です。電動ドリルに Amazon で購入した 75mm のスポンジバフを装着しています。塗装のツヤ出しはできますが、削りすぎてしまいました。エンジンルームの塗装は厚みがないので、すぐに下地が出てしまいます。ドリルを使わず手で磨いてツヤ出しをします。手磨きで下地が出てしまうことはありませんでした。ゴムパーツにはラバープロテクタントをスプレーします。ゴムパーツの劣化を防ぎ、ツヤ出しもできます。樹脂パーツにはシリコンルブ DX をスプレーします。きれいになりました。エアクリーナーケースを取り付けます。シリコンスプレーでツヤ出しです。ゴムパーツはラバープロテクタントです。プラグコードにもラバープロテクタントをスプレーしました。完成しました。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。